はい、えー、こちらなんですけどね、えー、私がね、以前からあの、字だけのね、あの、トーク動画をいくつか配信させていただいてるんですけど、僕ね、えー、まあ、以前の動画を見ていただかないとわからないんですけど、もう私もね、えー、40歳になりましてね、まあこう、わかることがあったらね、あの、お互いが助け合えたらいいかなっていうね、そういうあの動画を配信してるんですけど、もうね、これは書かなくても、 あの、もうほとんどの人がね、いちいちね、あの、スマホとかで、こう、詳細なんかね、調べなくても、ほとんどが知ってることなんですけど、あの、40歳のね、えー、女性、男性もね、まあ、あの、納豆は肌が綺麗。まあ、納豆ってね、すべてにいいんですよ。この、納豆はね、あの、すべてにいいはずなんですよ。あの、悪いもんなんか何も入ってないです。ただ、よく言うね、えー、肌が綺麗になるっていうのはね、まあ、あ これももちろんね、いろんなテレビでやっていて、あのー、結果がね、遅い人もいれば、早い人もいれば、で、本当に結局ね、結果が出ない人もいますっていうようなね、まあ、それがね、薬にしろ何でもなれることなんですよ。で、今回ね、えー、私の友人がね、あの、この、なんかこう、本かなんか出すみたいで、でね、<laughs> あの、納豆に対してね、あのー、ちょっと書きたいんで、あの、知ってる人にね、まあ、ちょっと失礼な話なんですよ。失礼な話なんですけど、この、納豆をね、これを食べて、本当に肌が綺麗になるかっていう人を、なぜ失礼かというとね、50人選んだ、その理由がね、肌の質がちょっと荒れてる人とか、まあ、正直ですよ。汚い人を、あの、質がね、悪い人を選んだんですよ。まあ 当たり前なんですよ。で、えっ、ー、と、その人たちにね、納豆を全部これ、あの、食べてもらいました。で、これじゃないんですよ。まあ、なんでもいいんですよ。僕はこれを食べてるんですけどね。で、これだけじゃないんですよ。まあ、特にこれ。ほんで、他のにもた食べてるんですけど。で、あの、今、あの、私の顔を映してないからわからないと思うんですけど、以前も今もね。で、あの、私もね、別に歳とってね、あの、肌を綺麗にして、 あの、どうのこうのね、あの、女性となんかだろうとか、そんな気はないんですよ。ただ、やっぱりね、あの、40歳になって、あのー、どうやったらいいんですかね、あのー、僕はね、もうそういうことに興味なくしてるんですけど、男の人もね、女の人もね、やっぱこう結婚したいな、ほで、結婚しなくてもね、肌が綺麗なままがいいな、このままがいいなっていう人は、もう9割以上の話なんですよ。ただ僕がね、もう、 僕を心の中がね、もうおじいちゃんなんですよ。もういいじゃん、みたいなね。諦めてるんですよ。諦めてるというかもうどうでもいいわ、みたいなね。結構僕みたいなね、あの、考え方もいます。で、まあ、頼まれたんでね、あの、いいかなと思ったのと、ほでね、その、実験をすることでね、このあの、納豆代をね、全部お金出してくれてるんですよ。その人は、50人にね、全員あの、お金を出してます。だから無料でね、あの、してもらうんですけど、まあ、その、 経費とかも、やっぱね、ちゃんとこの人は出してますので。で、まあ、ちゃんと正直言ってるんです。悪いんですけど、5人のね、ちょっと腹の質が悪い人を選んでるって、ほんで、それでね、怒らない人をね、選んだわけで。僕、その人のうちの一人なんですよね。で、僕はね、その異常に汚いわけではないんですけど、ま、あ鏡を見たらね、あー、まあ、40の肌だな。まあ、そうだなっていうような状態。でね、人によれば、 あの、顔パッと見て肌見てもね、あれ ?40 なのにまだ20歳だとか、40なのにね、まだ30代にしか見えない肌質。まあ、そういうのもいるじゃないですか。ね。でそういう人じゃなくて、40歳の人を捕まえて失礼ですよ。40以上に見える状態の人ね。だから要は45何、45なりひどかったら50に見える肌質もいるんですよ。まあ、そのね、あの、言い悪いの、あの、さじ加減の、その、 判断は人によるんですよ。さじ加減ね。うん。ま、とにかくその、ま、選ばれましたと。でね、やっぱり僕もいろいろね、もう40になってきましたね。体をね、気をつけなければいけないんで、どっちにしろね、納豆を食べる癖をつけようと。今回をきりね。で、ま、どっちにしろね、この肌がきれいになろうがならないがね、いいことだ。ね。だからま、あいいや、ほんでお金も出してくれたしね。で、僕やったんですよね。ま、結果出ないだろうなと思ったんですよ。 もう、年が年だしね、みんなも知ってるように、個人差はあるんですけど、年取ったら治癒能力とかもどんどん低下するんですよ。ってことは、分かってもらえると思うんですけど、これを食べることで、ね、まあ、例えばまあ、本当に例えですよ、今の肌の劣化、悪い肌の質が、怪我と頼みましょうよ。で、これがね、薬としましょうよ。ね。で、薬を飲むことで、あの、人ってあの、良くなるじゃないですか。体質とか、あの、まあ、いろんなことがね。 けど、それは、やっぱりね、若い時の方がスピードが速く出るんですよ。あの、風にしろ、あの、熱にしろ、あの、違う病気にしろね。うん。で、歳を取るとよく言うんですけど、失礼な話ですけどね、風邪をひいた時に風邪薬飲んでも、ほんで、あの、お腹痛い時にお腹の薬飲んでも、やっぱりね、治癒、治癒能力の低下がね、あの、やっぱり、だいぶ下がってると、若い子に比べるとね、 薬を飲んでも治るスピードが遅いんですよ。ってことは言いたいことが分かってくれると思うんですけど、これを40の握りが食べたところですぐ結果なんか出ないだろうなと思ったんですよ。まあ、いいかなと思ってやりました。でね、えっ、ー、と、これ裏面向けるんですけど、でね、最初に言われたのは、僕はあんまりね、納豆好きじゃないんですよ。どっちかといえば嫌いな方です。どちらかといえばね。けど食べれないわけではないです。ね。で、 今後40歳だからね、あの、まあ、食べることはいいことだという意味で食べました。でね、一つ調べたのが、納豆をね、一日食べ過ぎがね、ダメなんですって。あの、よくね、あの、納豆って体にいいから食べれば食べるほどね、あの、体にいいと。間違いじゃないですよ。けど、異常に摂りすぎるとね、まあ、そこは調べてください。この枠が足らないのと時間が足らなくなっちゃうんで、食べ過ぎることでね、 ま、なんかこう、いろんな症状があるんですって。で、調べました。でね。一日ね、一パックで効果が出るんですって。で、あの、好きな方だったら、一日ね、二パックから四パック。人によるんですよ。一日二パックから四パックだったらね、その食べ過ぎたことに対する、あの、なんですかね、副作用っていうんですかね。副野菜用,、ね、用的なものは出ないんですって。で、一、一日をですよ。 あの、必ず1日4パック以上食べると、まあ、それも人によるんですよ。あの、なんか副作用的なものが出るんですって。要はあの、まあ、まあ一番わかりやすいのが、あの、カロリー食べ、取りすぎで太ってしまう。一番わかりやすいのがね。で、あとはよくあるんですよ。なんかこう、食べすぎでこうある、あるあるある,ある,あ,るあるみたいな感じで。まあ、それあの、調べてみてください。でね、あの、まあ、食べました。ね。ほんで、 人によったら1週間で出る人もいますし、2週間で出る人もいますし、えー、1ヶ月で、ね、3ヶ月で出る人もいるんですよね。うん。で、あのー、体の中に対するのは平均的に、ね、1週間から2週間で出るんですって、よく言うのは、まあ、食べました。ほならね、あのー、まあ、納豆を食べるとよくね、あのー、血のこう巡りが良くなって、あの、まあ、体が軽くなったりとか、ほんで、 あの、胃の調子が良くなったりとかあるじゃないですか。食べたことに対する体内のね、あの、調整的なもんね。それは1週間から2週間出るんですって。で、でもそれはあくまで体内なんで、見た目ではわからないですよね。で、あの、見た目で出るのは平均3ヶ月後。嘘じゃなかったです。あの、やっぱりね、どんだけ早い人でも40歳の人がね、あの、 納豆は、まあ、そんなに普段食べない人50人やったんですよね、うん。そんなに食べない人ですよ。まあ、出されたら食べるぐらいの人ね。で、やっぱり日頃から体の中に摂取してないだけで、すぐ反応するわけじゃないんですよね。で、あの、1ヶ月で反応する人もいれば、2ヶ月で反応する人もいたんで、僕2ヶ月で反応したんですけど、まあ、あれですね、あのー、 それは、さっきも言ったと思うんですけど、肌が綺麗になったっていう、その基準はね、自分のさじ加減と他人のさじ加減ね、分かってくれると思うんですけど、A さん、B さん、C さん、D さん、E さんが5人いましたら、全員ね、は、あの、同じ答えを言う方はそういうわけではないんで、捉え方がね、やっぱ、人それぞれその視力も違いますし、あの、人間方の、人間の中のね、考え方の思考も出ます。でも、 僕らは50人全員集まったんですよね。で、えー、3ヶ月前は50人もね、まあ、一時記憶はしてないんですよ。まあ、たいね、なんかちょっとこう、まあ、人によったらね、ちょっと失礼な言い方ですよ。は肌にね、クレーターみたいなこんな母子があるとかね。で、人によったらちょっとこういうシミがあったりとか、まあ、たい口に出さないんですけど、たいまあ、覚えてるんですよ。あ、この人頬のあたりがちょっとね、 あの、シミが出てるなぁとか、まあ、で、お互いがね、50人、写、写メを取り合ったんですよ。ね。で、まあ、それをね、一人ずつ、まあ、見比べましょうよ、ということでやったんですよね。あの、3ヶ月後にもうか回会って、まあ、3ヶ月以内に何回も会ってるんですよ。会ってるんですけど、50人が、まあ、うまいことね、約50人、あの、3ヶ月後一つのところに集まったわけなんですよ。全員違いましたね。あの、あくまであの、スマホと、あの、 スマホの画面をこっち見せて、自分自身の顔をこういう風に見せて、あの、まあ、それをね、モニターにね、こう、映すわけなんですよ。だからみんなが、全員言ったことが、人によったらね、ちょっと効能が出る人と、人によったらこんだけ効能、効能っていうか良さが出る人と、ま、っていう人もいるんですけどね、でもみんなが言った50人が言ってるのは、必ず全員ね、何かの結果が出てると。あのね、やっぱりね、 納豆って本当にね、あの、女性もね、男の人も絶対ね、肌が綺麗になる。これ嘘じゃなかったです。みんなもね、頼みしてください。もし、あの、美容的に気にしてる方がいたらね、ほんで、もし美容的にほとんどの人が結果出てるんですけど、結果が出なくてもね、よく言われてる、その、腸が良くなる、ええー、と、まあ、いろんな、あれがあるんですよね。ほんで、えー、まあ、なんていうんですかね、まあ、こう、いろいろあるわけですよ。カルシウムがいっぱい取れるとかね。だから、 肌が綺麗になったという結果が、もし、もしですよ、出なくても、食べるっていうことは絶対ね、お医者さんでも、あ、ダメとは絶対言わない。いいことですって言います。ただ、一つ、あの、言いたいことはね、あの、効能が早く出てほしいとか、その、効能とていうか、あの、良い,いところがね、早く出てほしい。ほんで、良い,い部分がね、もっとね、あの、こう、良い,い部分がもっと増えてほしいと思って、一泊以上ね、摂取する人がいるんですけど、その人に聞きました。 一泊以上食べても、二泊以上食べても、三泊以上食べても、四泊以上食べても、人間はね、一泊分の良さしか出ないんですっ、ね、て、一日。ってことはわかりますよね。好きならば四泊ぐらいまではいいみたいですけど、一日ね。まあ好きならばですよ。やめとった方がいいんですけど、ただ、二ク三泊四泊、パック4パックかければかけるほど、あの、その、良さが倍増するかっては、そういうわけじゃないらしいですね。はい。今回はね、納豆のお話をさせていただきました。